はい、皆さんこんにちは。今日はトヨタ車のレーダークルーズコントロールというとっても便利な、機能を紹介したいと思います。まあどういうものかというと、口で説明するのがちょっと難しいので、今日はちょっと実際にそれを使いながら走ってみて、見ていただこうかなと思います。僕自身は、ここ最近から使い始めてるんですけど、実際この機能があったのは、知っていて、知ってながらも特に使うことはなかったんですけど、一度ちょっと試しにと思って使ってみたら、まず、どう変わったかっていうと、燃費がすごい良くなりました。自分で走るよりもこの機能を使って、高速道路を走ると、少しちょっと遅いんですけど、速度の設定もできますし、使い方が慣れれば、ちょっと不便かなって感じたところも、解消できて、本当に便利に使えると思います。自分もそれを知ってもらいたくて今日は動画で紹介してるんですけど、実際に高速道路に入って使いながらちょっと紹介していきたいなと思います。今乗ってる車は、プリウスです。50K っていうんですかね、最近マイナーチェンジされて、まだこのその新しいものを後期って呼んでるみたいなんですけど、前期と後期があって、僕は前期の方ですね。今の時点でも、28.7 リッターですね。そんな距離は走ってないんですけど、少し電気が溜まってたので、そんなに悪くない、そこそこの、燃費になってます。でここからですね、今信号で止まってるんですけど、この信号を越えると、自動車道の方に入っていきます。ここで、使いながらちょっと紹介していこうと思っていますので、よろしくお願いします。信号を待ってる間にちょっと使い方の方から説明します。こちらです。見えますかね、ハンドルの後ろに見えるこのレバーがスイッチになってます。ここを押すと自動車専用道路でご使用くださいと。で下の方にレバーを傾けるとセットという形で、前の車にセットされます。で今45キロと書いてるんですけど、そのすいません、見えましたかね、45キロと書いてるんですけど、今の走っている、ここポイントですね、今走っている速度に、設定されて、その距離を保つようになります。ですから、今一般で、一番多分少ない、一番遅い速度が45キロなんだと思うんですけど、例えば100キロでこの機能をオンにすると100キロで固定されて、で前の車がいればその車に合わせて追跡していくんですけど、誰も前の車がいなければ、その100度を保つという機能になります。で高速道路ですので80キロぐらいでちょっと遅いんですけど、自動車道80キロくらいの設定で、使っていこうと思ってます。で一番注目していただきたいのはやっぱり燃費の方ですね。自分で走ってると、これはちょっと朝の通勤のちょっと道なんですけども、だいたいリッターで22キロとかっていうデータがいつも出てました。半年ぐらい
続けてやってたんですけど、まあ、大体それぐらいで、この機能を使うともっと良くなったので、あ、そろそろやりたいと思います。88キロに設定されましたね。ここからはとっても楽ちんです。あの足はもうブレーキとアクセルから押さなくても勝手に車が速度を調整してくれますので、あとはもうこの距離感を保ちながら、走るだけです。ハンドルはしっかり持ったまま、ブレーキは一応足はいつでも踏めるように置いてた方がいいんですけど、ただこの機能はブレーキを押してしまうと、解除されてしまいます。ですからブレーキを押さずに、まあ、準備だけしとくみたいな感じになりますね。で、今前の車見ていただけると分かるんですけど、かなり離れてます。でもちろん割り込みにも対応している機能ではあるんですけど、あまりにも離れすぎてるとちょっとあれだなって、この距離感も一応調整することはできます。こちらですね、ハンドルのこのマークのついたボタンですね。これです。これを押すと画面の分かると思うんですけど、この青い車と車の間のラインが表示されます。これをもう一度押すと短くなります。1個になります。1個は距離が近いですね。で、3、これが一番離れてます。で、まあちょっと個人的な使用感でいうと、だいたい2つぐらいがちょうどいいぐらいの距離なのかなと感じてます。こういった速度の調整があることが分かって、速度じゃない、距離感の調整があることが分かって本当に便利だなと思って、今動画に紹介することに決めたんですけど、まあ、ここからは少し10分ぐらいですので、少しドライブに付き合ってもらえたら、動画をそのまま流しておきたいと思います。
下の方に押すと1キロずつ下がります。これは乗りながら速度調整もできるので、まあスピードが遅いなと感じた時とかに使ったらいいかなと思います。でも先ほどぐらい90-80度ぐらいまで落としておきましょう。もうすぐ出口なので、前の車に合わせて速度が調整されますね。でもちろん止まったら止まります。前の車が止まったり前の曲がったりしてレーダーが消えてしまうと、もう一度セットするか、止まってる時に発進する時は、まあアクセルかもう一度このレバーを操作すれば、また続けてこの機能を使えるってところですね。高速道路とかでたまに事故があったり止まったりとかした時はアクセル踏んだりブレーキ踏んじゃったら終わってしまうんですけど、アクセルとかレバーで止まった後もう一度押せばまたここからスタートする形になります。で今の時点でリッター 29.6 ですね。でまあこれだけブレーキ踏んだ時とかにたまる電気も蓄電されてますので、ここからもまた少し燃費の方が良くなります。ここはもう自動車道抜けましたので、おそらく30キロぐらいになる。メーターのメーターじゃないゲージの EV っていうスイッチがついてると、明かりが緑色の模様がついてると電気で走ってるということですね。で今 29.9 です。まあ、おそらく30になります。30ですね。ここで一旦止めさせてもらって一通りこれで機能の紹介を終わりたいと思います。この今は車はプリウスになるんですけど、今トヨタ車のいろんな車に、この機能ついてると思いますので、搭載されている車の、ドライバーの方はぜひ、使っていただけたらなと思います。自分が宣伝するのも変なんですけど、本当にいい機能だなと思ったので紹介させてもらいました。ありがとうございます。